チンチン電車が走るこの街並み、どこか懐かしいこの映像は1971年の福島県福島市の映像です。これからお見せする映像の数々は福島県各所の家庭から提供された8ミリフィルムの映像です。8ミリフィルムには日本が戦後の復興から高度成長期を遂げ劇的に変化していった1960年代70年代を中心とした福島県の姿が記録されていました。今も変わらない雄大な自然、町の風景、人々の生活、伝統と文化、変わらないものと変わりゆくもの、これは県民の皆さんの記憶であり福島県の記憶です。提供していただいた8ミリフィルムの中で最も古い1930年代半ばの映像です。いやはや馬と車と一緒に走ってるじゃないですか。当時まだ家庭用8ミリフィルムが普及していない中で一般の方が撮影したものとしてはとっても貴重な映像と言えるんじゃないでしょうか。何気ない家族の風景、これは楽しそうですね。雪の日のそり遊びにお父さんの靴磨き。戦後の復興を遂げ高度成長期に入った1960年代8ミリフィルムが一般家庭に広がっていき、多くの映像が残されるようになりました。これは昭和40年頃の映像でしょうかね。ああまあ豪華なひな人形の前に座る可愛いお嬢さん、なんか緊張してますね。おろ、お兄ちゃん、お兄ちゃんが来ましたよ。お兄ちゃんまでかしこまっちゃって、どうやらひな祭りの日にみんなで記念撮影をするみたいですね。あら、どうしちゃったの。どうした。まあまあ照れながら下の妹もやってきましたよ。あ、これお父さんが撮影してるんだね。お母ちゃんも入って記念撮影。おい、みんな、あの写真じゃないんだから動いていいんだよ。ね。いや、あのさ、写真じゃないんだから動いていい。ね、おじさんの言うこと分かってる？フィルム余ってるから。なんかしなさい。お父さんに言われたんでしょ。なんか無理やりポーズ作ってるよ。楽しそうですね。この可愛い兄弟ももう今では立派な中高年。現在のムービーカメラとは違って、一度に数分しか回せない昔の8ミリカメラというのは、撮る人が選びに選び抜いて撮影したかもしれませんね。ほらねえ、いいとこ撮ってんだわ。ほら、え、もう少しで終わっちゃうよ。早くしないとね。ほら、終わっちゃうっつの、母ちゃん。終わっちゃうっつの。このように何百本と集められたフィルムの中には家族の自慢がたくさん詰まってんですよね。まあこれはおそらくバイクで颯爽と走るお父さんの姿撮れよ、そう言われたんでしょうね。ほら、お父さんだって手放しで運転できんだからな、このなんて、そんな自慢の一つなんでしょうね。おばあちゃんたちもカメラが回ると急に踊り出しましたよ。ほら、ちゃんちゃんちゃんかちゃんって。
こっちのおばあちゃん、どうなのね。あれ、うちは捨てて、ほら、踊り出したわ。なんだか、よくわかんない踊りだけども。もう、おばあちゃんは自分の世界に入ってますよ。ずっと、ほれ、踊ってんだわ。うん？ねえ、ほら、あんた戻んなって、ほれ。そんなハイテンションの踊りっぱなしのおばあちゃん見て、孫たちもまあ複雑な表情、うん、本当に。それでもってし、とりあえずし、一心不乱に踊るバッパ、うん、私は流行りなんて関係ないがね、私は私の道を行くって。昔は盆踊りの花だったんだろうね。これは確かに自慢のばあちゃんですね。うん、本当だわ、自慢のばあさん。今まで記念撮影といえば写真のように動いてないものが一般的だった我々庶民生活の中に、8ミリフィルムカメラが登場したことによって、さまざまな場所に8ミリフィルムカメラを持って出かけていく人が多くなりました。当時はムービーと同時に音声を収録できないカメラが多かったんで、まあ残された映像のほとんどは無音になってますね。なので一体これ何してんだろうって、まあ想像しながら見ていくのもまた8ミリフィルムの楽しい見方かもしれませんね。無音の中でもなぜか人々の声が聞こえてくるような気がする、そんな映像もたくさんありますから、そんな映像の一つをご紹介しましょう。従業員アズマトタンと名付けられたこのフィルム、まあ姉さん笑ってますけど、かなり過酷な岩山の道を永遠と登山している様子がこのフィルムには残されております。辛そう。一体どういう従業員が、どういう目的で、なぜこの岩山を登っていくのか、皆目こちらには全然伝わってきません。まあしかし結構な高さですよね。一般的に考えるピクニックやハイキングとは到底イメージが違うこの登山、一体何のために行われるのか、どうして従業員がこんなものに参加しなきゃいけないのか、なぜ着物と白足袋と草履で登るのか、皆目こちらには伝わってきません。でもまあみんなで嬉しそうにおにぎり食べてるからいいかねえ。春が来た。1960年のある家族の風景です。お父さん、タイトルまで入れて気合入ってますね。日曜日には春の日をいっぱい浴びて元気に遊びました。おお、近所の子供たちが集まって、あー、電車ごっこですね。今もこういう遊びするんですかね。お姉ちゃんたちに混ざっておままごとに参加ですかね。お父さん役、それとも弟役。お姉ちゃんは洗濯の真似事、僕ちゃんは水を汲んで、あははは、いたずらしてますね。ちょっと疲れたんで休憩。縁側で寝ると気持ちいいんですよね。お姉ちゃんが小学校へ行くお見送り、いってらっしゃい。よいしょよいしょよいしょ。でも
まだやっぱり行ってほしくないな。一人で寂しくなった僕ちゃんはワンちゃんにちょっかい出しに来ましたよ。ちょっとワンちゃんも迷惑そうですけどね。お姉ちゃんの自転車練習にお邪魔してます。なんだかとってもあったかい家族の風景ですね。今までたくさんの映像を見ていただきましたが、やっぱり一番多いのは家族の映像でした。1895年にリミエール兄弟が映画を発明した際の最初の映像も家族の風景だったということです。親が子供に向ける愛にあふれた眼差し、楽しい家族の思い出、父母に対する感謝の思い、提供された8ミリには撮影した人々の思いが映っていました。ふるさとへの思い、友への思い、子供への思い、家族への思い。時代は移りゆき、風景やそこに暮らす人々が変わっても思いは変わりません。いつの時代でもその思いが家族、地域、世代をつないでいます。フィルムに記録されていたのはそんな思いがつないだ絆でした。ふるさと福島の絆。